かげろう、シャドウコリドー。ようこそ、ゲストの皆様こんにちは、小田健です。今回も楽しいゲームを一緒にやってこうぜ。よし、だいぶ日が空いちゃいましたね。一週間以上空いちゃったのかな。はい、待ってた方、お待たせいたしました。かげろう、こちら続きやってこうかなと思います。前回日暮らしの回路終わって、今回、新たに追加されたこちらのムクロ流しの警告、実況プレイしていこうかなと思います。行きましょう。挑戦者でいいかな。はい。これって本当は最初初心者でやるべきなの？まあ、そうだよね。俺初心者だもん。うん。ムクロ流しの警告。ボコボコ聞こえるね。ムービーか？時々ムービーあるよね、かげろうって。ちょっと久々ですが、お待たせしました、皆さん。結構ね、早くやってくれっていう声があったので。続きやろうかなと思いました。ありがとうございます。かわいいね、猫ちゃん。この子結構助けてくれるんでね、優しい猫ちゃんということで僕を導いてくれてるんですかね。はい、怖い場所にも導いてくれたけどおかげさまで、こんな怖い体験ができております、猫ちゃん。さて、やっていきましょうか。ムクロ流しの警告ということで、川の流れがすごいですね。あ、これ、骨ってこと？ムクロが溜まる警告。怖いなぁ。想像しただけで。僕ですね、ホラーゲーム高確率で絶叫してしまうんで、音量にはお気をつけて、皆さん、鼓膜崩壊注意でお願いしますね。言ったからね。鍵がかかってる。鍵がかかってますね。じゃあその鍵を探しに行きましょうか。今回ライターとかないの？欲しいんだけど。あ、そういうことか。ちょっと待ってくださいね。今までってさ、ライター最初から持ってたよね。ライターとか懐中電灯、懐中電灯は確か回収したよね。あれらがないから最初からローがついてんのかな。どうなんでしょう。はい。そして今この多分編集でちょっと明るくなってて、みんなには壁に普通に見えると思うんだけど、僕闇なんですよ今闇なので時々壁に向かってね、こう確認することがあるんで、壁ジロジロタイムがあります。そこも楽しんでいきましょう。はい、壁ジロジロタイムを楽しむ人って相当なマニアックだよね。この鍵を取って、今鍵かかってたところに使うと。はい、使ってみましょう。怖えなー。僕ね、コメントを見たんですよ、前回の日暮らしの回廊の。あれ見てちょっとだけ学んでおります。はい、どんどん怖くなってくるみたいねだからね、やる前からドキドキなんですよ。はい、こっち側、あ、降りれそうだね。まずこの小道か。あ、君に会いたかったこの子にさ、このなんか飛行石みたいな、天空の城ラピュタの。これ大好きなんですよ、僕。明るいから。僕のこの石が好きな決め手は明るいからですね。飛行石に似てるよね。なんかこんな場所でこう飛行石やると、皆さん、ラピュタのさ、シータとラピュタが、シータとラピュタじゃない、シータとパズーがさ、洞窟入った時、ポムじいさんっていう人がね、奥から来るんですけど、その時みたいですよね。ああ、わしにはその、石の明かりは眩しすぎる、つって。はい。そんな感じでジブリの話を交えながらやっていこうかなと思います。行きましょう。これは何？これに乗ってあっちに行くのかなと思ったんだけど、そんな安易な脱出法はないね。いや、進んでいきますか。チェックポイント、チェックポイントってこんな早く入ったっけ。やっぱ開いちゃうと記憶がなんか他のホラーゲームと混ざっちゃいますね。今の棚には一見何もなかったんで、こっちは暗くねえか今回。早くライターくれ、頼んます。鍵かかってる。こっちはやべえよ、行き止まりですね。これ立ったまま取れないんだっけ。あ、取れた。真上に来ないと取れないのか。
こんなにさ飛行石の量あったらムスカ歓喜ですよね。とっても喜んじゃう。見ろ、飛行石が6つもあるつって、そんな感じで喜んじゃいますよね、ムスカ。これ何のレバー？こっち側？穴もないね、はい、壁ジロジロタイムということで、これこのレバー引いてこの建物爆発とかしない？大丈夫だ。こっちから聞こえる、ガラガラってな。あっ！ぶねー、神的な動きで回避をしました。向こう側行ったね。これどうすんの？あ、これであそこで巻くのか。なる、でももう来るよな。ここに隠れた方がいいんじゃない？うわ怖い。久々だね、すずちゃん。来た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 。はいよ、すずちゃん。はい、すず持ってるんで、すずちゃんです。どうやら、神楽すずっていうらしいですね。これで、行けばいいのかな？大丈夫ですか？これジャンプできないんだよね。あ、あれ待って。今回スペースで後ろ見れる。追いかけてきてるな、もう。折り返してきちゃったわ。じゃあ行きましょう。今走んない方がいいよね。走ったところに来るんだっけ。じゃあ静かに行きましょう。で、鈴をね、シャンシャンって2回やるのあるじゃないですか。どうやら、あれは振り向き？行って戻るときにシャンシャンって2回鳴らすらしいですね。はい。滝だ。すげえ。よかった。かげろうでマイナスイオンを感じれるとは思わなかったわ。ねえ。癒されたでしょ、みんなも。びっくりするぐらい。そんな感じでやっとこう。鍵がかかっている。こちらは？降りて。何があるんだ？うわ、暗っ！何もないですね。はい。おー、流れてる。これは？これ行って平気？あ、行けるの？え、さっきの川も行けたのかな？あーでもこれ相当時間かかりそうだな。まずそっち側から行くか。いや、カゲロウさ面白いんだけど、本当にね、あの徘徊者が出てきた時ドキドキするの。あのホラーゲームやった方ならわかると思うんだけど、実際にやるとね本当怖いんですよ。見てるのとやってるの全然違うから、900倍違う。なんもないね。泣く女がいる。チェックポイント、これ毎回言うから。チェックポイント、あっぶんない、いますね、そこに。相変わらず浮いてるね。どうやって浮いてんだろう。てかレバーあるじゃん、あれを。これ引くのか、また。え、でもさ、さっきレバー引いたらさ、ハンター、あの逃走中のハンター放出みたいな感じですずちゃん出てきたから、なんか引きたくないよね。ここで2体目のすずちゃんが放出されるみたいな。そんな感じだったよね、さっき。で、ここに今爆竹を発見したんですけど、ここにもあるね。はい、いませんよ、どこにも。気のせいです。はーい。あ、そういうことか、わかった。あいつ近づくだけで、前にぶち殺されたんで、多分、あのレバーに近づいてもまた今回もやられちゃうと思うので、爆竹をあっちに投げるってことかな。行ってこい、ほら！お雪！そう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 、偉いよ。相変わらず浮いてるな。なんで泣いてんだろう、はい、前はラーメン屋閉店したから泣いてるんだと思ったんだけど、今回は何なんだろう。行ったかな。これで引いて大丈夫ですか。もう立っても大丈夫だね。あ、痛い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 。音のする方に移動して、もうそっから動いてくれないからね、あの子は。よしよしよし、偉いぞ。
きましょう。ドキドキするな。あ、走ろうか。これもじゃあ回収して。あれ、次頑張って滝行こうかなと思ったんだけど、滝というか流れてるところ、これなくなってるね。なんでだ。あ、さっきのレバー。はい、ではでは、こちらから行きましょうか。ちょっとね、今お腹空いててね、ちょうど夕飯時期なんで、お腹がねグーってなっちゃうかもしれないんですが、しくよろ。こっちは何も見えないですね。あ、行き止まりか。これひょっとして隠れんじゃない、ここに。どうなんだろう。はい、休むか。さてさて、このか、あ、わかった、これさっきのとこに使うんだ。了解です。行きましょう。あったあったあった、忘れておったで、飛行石の存在。よし、これで全部回収した。ムスカもね、ようやく6つ揃った。はい、着きました。使って、でも地下にもあったよね、さっきあのすずちゃんを巻いたところ。あそこも気になるんだけど、とりあえずこっちから行くか。はい、ではでは、他には何があるんだい。ん、これはこれは、これも落ちたら死ぬよね多分。どうなんだろう、ちょっとチェックポイントが今されてないんで、普通に降りますか。あ、目丸、皆さん、あのおろろろろろってなんないように気をつけてね。おろろろろろなりやすい人はね、スマホ画面をちょっと離して薄めで見る方がいいかもしれない。スマホで見てる場合はね、パソコンだったらね、200メートル離れてください。多分視力がねいい方なら見えると思うんで。はい、なかなか人間技ではないですよね。よし、ようやく着いたね。うそー、なんか右側から聞こえるポイント、チェックポイント。はい、え、あー、そっから来そう。どうだどうだ。あ、多分来るね。でも全体がチカチカしてるから、あの鈴の音を頼りに。あ、消えた消えた、なんかあった。あ、これ回復薬だよね。いいや、ちょっと取っとこう一応。で、氷がある、氷がある部屋は一応これで覚えておきましょう。また迷宮っぽくなってそうだな。氷はこっちよっていう感じで途中にも置いとこうか。あ、ちょっと、どこにいるんだよ。あ、こっち側から行った方が良さそう。待って、こっちからも聞こえるな。どっから来んの。あ、そっちから来そう。うわー、迷路や、今回も呪われとるで、ここは。でもなんか滝の音がちょっと怖さを緩和してくれるね。癒しがある、うん、まあでも僕にとっては爆音なんですけどね、滝の音。マックス音量でねプレイしてるんで。あ、お腹鳴りそう、とってもクーってなりそうだった今。ではでは、こちらへ行って、ここも開く。この辺は結構開くんだね。じゃあここにもちょっと置いておきましょうか。氷があるんで。あ、爆竹だ、また。やった、鍵もある。これで、あの、地下の鍵、地下の扉に向かうんですかね。さっきのとこまで戻って。いや、にしては遠くねえか。引き返そうとしてね。こっちまで来てたのかな。あ、来てた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 。ちょっと母国語混じりですが、今焦っております。あ、今左側行ったね。ってことはここ来るんじゃねえか。じゃあやつがこっちから来る前にあっち行っちゃいましょう。あ、でもシャンシャンって聞こえた。大丈夫そう、来てる来てる。あ、ここで使うのか。
いいや、もうとりあえず近いところから使ってこう。よし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 、こんなとこにもムクロが。すごい量の骨。多分骨ですよねこれ絶対。え、本当に今日お腹めっちゃ鳴る。あー来てる。お前ふざけん、あれです。え、嘘、行き止まりじゃんこれ。こう降りていいの？すずちゃーん痛い、死にそうじゃん。え、まだ来る、まだ来る、まだ来る、来ないよね。びっくりした。さっき鍵が閉まってた扉から来たのか、すずちゃん。早と思ったもん、来る速度。今回も何体かいるのか、あいつ。さっきの回復薬2個飲みたい。でも 100% だったからね、さっきも。だからあの時飲んでも意味ないから、降ってこないかな。暗い。なんもない。行くで。ちょっと本気モードやで。あれ。こちらの扉を開けて、また新たなとこ来たね。ここ何？何する場所や？わしに教えろ。うわす、あい！今おかしくなったね。スペースをしたんですけど。滝うるせえな。一応ね、音量調節はしております。こちらは何何何、なんかぐしょぐしょ聞こえるよ。あ、懐中電灯ある。だけどどうしたお前、人だよね。落ちちゃった。今置くね。これまたレバーとか引いて水を引かせるんですかね。多分そうだわ。よし、今回はレバーゲーですね。行きましょう。レバーゲーって何？とりあえずそこ気になるわ。はい、ちょっとホラーゲームはね、怖くてね、何言ってるのかよくわかんないんで、もう基本的にチェックポイント。基本的にチェックポイント。基本的に僕の実況何言ってるのかよくわかんないんですよね。って言ってたらなんか足音聞こえんね。ドタバタするやつ？日暮らしの回路、後半で出てきた、後半でやられたか。レバーまたあった。これをじゃあ下げましょう。はい。で、あ、端、いる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 、あそこにおるで。ほら。今あっち行った。これ大丈夫？あいつと俺への架け橋になんないこれ。あの化け物と俺の架け橋になったらやだな。これ上もなんかいけるね。ここ。男怖いよ。とても。ほら。あ、大丈夫だ。これさ。あ、いけるいける。こうやっていくのか。なるほど。あ、でも扉あるね。向こう側もちょっと気になるけど。まあいいや、こっちから調べていきましょう。鬼界から。皆さん、上から攻めましょうか。ね。やらしい意味じゃないですよ。ね。こう進んで、今走っても平気なのかな。あ、そう。コメントで教えていただいたんですけど、あの走り屋は、どうやら走っても気づかないみたいですね。俺のこと見たら、襲ってくるみたいで。はい。なので、存分に走っていきましょう。てかこれ、位置的にさっき見えた扉じゃない？ほら、そうだよね。気になってた扉だよね。鍵かかってる。
いろいろかかってますね、今回。これ多分1階から攻めた方が良かったパターンかな。まあいいや、一応ルート確認できたし、とりあえず進もう。良いとしましょう。あれ？でも向こう側も行けるね。下から来たんだもんね、俺。じゃあこっち側も見てからにしよう。え、てかこれどうやって戻すの？レバー。一方通行か？ひょっとして。あいつはちゃんと決まった場所を徘徊してんだね。じゃあ大丈夫だ。アホだ。よかった。はい。あそこも通路あるよ。こっから行くのか。とてもドキドキしてきた。おたけんです。あ、ここにある。レバー。これで。お、水門が開けたね。なるほど。これでさっきの溜まってたところが解放されんじゃない？多分そうだわ。耐えてる。で、あれ？これさっきのとこだよね。うん。さっきのとこだ。で、ちょっと、戻りましょう。よし。こっちや、こっち。こう行って、どうどうどう？ほら、やっぱり道がいっぱい増えてんな。まあいいや。この辺から調べていきましょう。よし。え、ナイス。何あれ？何これ絶対。当たったらまずいよね。うわ、ちょっとこっちから見ていきましょう。こっち側から。この鏡はあれですよね、最初のワープした鏡だよね。なんもない。で、懐中電灯さっき見えたんで、ようやく光が手に入りますね。はい。あ、回復きたー。92だ。もういっそのこと全回復させてくれよねえ。上のは違うか。じゃあ、ん？ここも開くのか？ちょっとよくわかんないですね。気持ち悪いな、この触手。さて、つけていきましょう。うわ、怖え。ちょ、ライト今回多くあるかわかんないから、まめに使っていこうか。今いないから走っていいね。いやー、ドキドキするな。これどこまであるんだろう。結構長いんですか？声なき驚きだったね。なんだあいつ！あー！連れてった！これは？なんか、あれよ。買い物リスト。うん。あれ？え、これさ、ん？なんか来たりする？ちょっと待って。え、このさ、手紙って、ひょっとしたら、あの、1話でさ、行方不明になってた、青なんちゃらさん？買い物行って、行方不明になった、消息不明みたいな感じで、張り紙されてた気がします。ちょっと違ったら申し訳ないんですけど。なんか16歳だった気がする。言いましたよね、確か。あのチラシとカラスのチラシは覚えてる。もう、かげろうで。向こう側に俺がいんのかな？絶叫しましたよね、誰か。そう。かげろうで唯一覚えてるのは僕、カラスの張り紙か、先ほどの行方不明の張り紙しか覚えておりません。はい。あとは全部忘れてます。やばい、やばいやつだ俺。完全情報不足にも程がある。こちらはチェックポイント来た。よかった。これで、あ、いるじゃん。大丈夫かお前。これ能面もある。あ、カメラもあるね。え、この人、あ、鍵もあんじゃん。これ。大丈夫か？おぉ！なになに？えぇ！どういうこと？どういうこと！
でも明かりが見えないから。カメラカメラ、よいしょこれ、あ、わかった、ロックしてこうするんだ。逃げろ逃げろ、早く早く、これで大丈夫かな、負けたかな、負けたげー、これやつを負けたげー。ここは開けられるじゃん、ほら。あ、違う、何してんの、しかももう一回来てる。ちょっと待て、また追いかけてきてるんで。あー気持ち悪い、一回整えよう。チェックポイントさっき入ったから、これ死んで一回で落ち着きましょう皆さん。はい、あー怖かった今の何が起きたのか全然分かんなかった。